聞いて。じゃあ、はい、3年目やっていきましょうか。やっていきましょう。最後の年でございます。もういやでももう無理だよ、時限爆弾でこれ一生、うんちが消えました。まあ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 、また供給するのか。だって僕これしかもう手段が手段がないんで。またかよ。あ、清水港どこだ。清水港は、おお、正解そこ。ね、でもあなた、あ、まあでもすぐに爆発しないから。いやいやいや、もう待ってそう。あ、渡すんだ。え、なんでだ。まあでも佐久間にもあるからね、まだ。そうだね、ボボスクがこれでゴールできんじゃねえかな、多分。一回特性霊使ってゴールしたいな。あ、そうだね、そうだね、特性霊使ってマイナス増やしてこう。でも、いやでもゴールしたら結局そうそうゼロになるから、ゼロマイナスたくさん。いや、どんだけ増やす。もう一個、もう一個使って、使ってダメ。使って、いいよ別に。じゃあ使おう。よし、まあ、とりあえずね、すげえ全員だもんね、3人分、うん、だからここで2を出せばいい。うん、オッケー、出たね。やっぱ俺がゴールできる運命じゃなかったんだ、ここは。僕2連続だよね。いや、ついや、2連続だけど1連続目すげえな。おっそ、2連、これで2連続目かよ。いやゴールしてる回数が少なすぎる、俺たち。もう勝利をどうでもいいかな。なんで最初の自信満々のお前の顔はどうしたって思うの。でもなんかもう顔つき違う、なんか慣れてる人じゃん。キリッとしてるでしょ。キリッとしてる。前回ちょっと嫌そうな顔したもんな。老後に傲慢、はいはい、すべて強くらしい。今日は俺らが勝つ。楽しみ方は人それぞれ。桃鉄はその楽しみ方はダメです。勝ちなさい。トップ目指せれよ。あー違う違う。とりあえずね、この2つだけ3つね、あ、3つね。次元爆弾カードが妄想ですね。やばいんだよな。選べよ。おぉこいつ急に指名したぞ。俺1位だからか。あ、終わった。あ、終わった終わった。早かったな。ってことは大丈夫さん爆発します。あ、ってことは大丈夫さん、ありがとうございました。さあ、どれぐらい、マジか、どれぐらい、それで3億。あ、安っ。1枚3億なのよ。そう、カードの被害が。あ、全然ね、そういうことか、うん、そうそうそう。あー、あー、そういうことか。あー、そういうことか。はいはいはい。全部ね、消えるんじゃなくて一部だけ消えるんだね。そう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 。あ、でも意外に取り返しカードよりは。そうだね、うん、カード一枚もなくなった。なんかおもんないな。なんかもナイスいけんじゃんよ、これで。で、レオの勝ち筋、宝くじとかだと思うんだよ。最果てカード、うわ、出た。う、あー、嫌なとこに。いや、めんどくせえそれ。あ、10回目だね。おめでとう、レオ。何もらえんだっけ、これって。イエローカードとか、イエローカードとかお小遣い、金だ。うん、おー、まあまあまあ、今、まあ、2位だよ。そっか、2位か。え、俺が2位じゃない。あ、そうか、ボズグンランゲットしてたもんね、お金。あ、バカしなかった、よかった、バイバーイ。そう、マジかよ、やだーボズロー君、もう、あ、まだしてない、まだかよ。いつ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 、この感じ誰だ、俺かー。あ、いいよ、多分バカすぞ、これバカすぞ。中洲ってどこ。中洲は福岡、福岡遠い。俺たち行けねえんじゃねえかな。まあヘリポート、そうそう、ヘリポート使わないと。レオシ、オレシ、でもヘリポートであれされた。あ、あ、そうやな。おー、最下位か。でも最下位じゃないよ。あ、そうか、最下位じゃないもんね。あ、あ、どーん、2枚か。じゃあ全部です。 What the fuck。 まあ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 、宝くじ取られるか。あれ、爆発しまった。まだ大丈夫。なんで、まあ、お任せでお願いします。はい、さあ、くん、あいつなんかもう空気だもん。空気だね、相当空気だもん。1年目でもうダメだったから、あいつ一生もう動けないもんな、うん、これ1出すか、普通に急行収入使うかな、使うか、うんうん。あ、これは下いけない。あー、きつい。あーね、福袋カードと特急収入カード、よし。何言っちゃいっちゃいけない。また俺かよー。爆発するやろ、さすがに。来るでこれ、うん、もう来る。うわー、やめてほしい。佐久間で爆発しろよな。おならカード、へぇー。両左行く次。あれ、爆発しないの、なんで。俺何ターン動けてないんだって今。お任せ頼む、レオ。ちょっと待って待って、もうなんか次嫌な予感しかしないんで。すごい。いや、大丈夫だよ、さすがに。さすがにね。レオも運いいから、最近。あ、よしよし。あ、いけたいけたいけた。ヘリポート俺見たことないんだよ、効果。あ、おお、近い。近い。ミス、なんとか。ミス、暇だね、ボス。なんか、
で、これでも次ゴール狙えますね。ない。ないこれ。省エネ。いや、ほんまにさっきからずっと省エネ。本当だ。3とか2とかしかねえ。あー、ズブル、でも大丈夫だ。あ、もう来るんだ、普通に。あ、ミス。上の青マス、今8月だっけ、何だっけ、8月だったのかじゃないかと。やべ、まあ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 、3はこれ微妙なんすよね。え、何すかこれ、これいくらだ、4分の1。ああ、もう今のプラス分がなくなってカードが消えて、え、次元魔法の機能じゃねこれ。あ、終わった。こんなこともあるんだ。有能コンテンツ、有能コンテンツ。さ、もう何もないですけど。やばい。いや、もうやばいよ今ね、ゴールしたいから俺も8月だから、ね、でも最果てカードは、あ、もう持ってないのか、割られたのか、割られた、割れたじゃん。あ、そっか。カードマス行った意味ないんだよね。だからボンビー連れてカードマスはダメなんだよ。行きます。あ、俺と一緒。あ、どうぞどうぞどうぞ。あなたなんかカード持ってたっけ。いただきますは重なった瞬間しか自動発動だから、足踏みカードがある。ああ、そういうことか。うん、それぐらいかな。おー、あー、あー、なるほどね。うまいことするねー。いや、最果てカードやろ。最果てはまあ面白い。やめろ。いや、最果てカードでしょ、どう考えても最果てカード。やめろって。最果てはまあお任せだからね、言っても。まあまあそうだけど、うん、え。あ、青マスね、青マス。あ、青マスの何だったのか、うん、目が弱い。うんちか、いや、あっちか。あ、これは米。これ私じゃない、量じゃない。うん、はい。ほう、量5億。え、5億。すげえ。俺1億。え、佐久間4億。え、佐久間結構金持ってないか。佐久間なんで11億も持ってんの。なんで。あ、じゃあ俺の取り返しのつかないこと。あー、すごーい。し、あの、レオ取られた。あー、あれだ、あれ1個で、あれ1個で4億だから。じゃあレオがもっともっともらってたのね、本当は。佐久間がなんで俺の田んぼ取ったか。あー、これ戻るしかないのか。幕張しかないね。ね、これは結構絶望だな。8000億あるんだね、ちょっとやばいな。カード買ってきたのに。銀河鉄道出た。はぁ、やま。使うか。いや、もういやいや、もう一択でしょ。一択でしょ。お、初めてかもしれない。銀河鉄道、俺も見たことね、今作の銀河鉄道行ったらもう、あ、多分ね、最果て効果ないから関係ない、ね、あ、そうか。だから失敗になるか、二人のどっちか、そのどっちかになる。お任せしたとして、やばたんじゃん。今回しみよう。アマオーだって、アマオー。こえ、これでアマオーっていうの。え、ちょちょちょ、アマオー1号。ああ、いや、バカじゃん俺。これ、これで読むの。ひらがな書いたことないんか。バカすぎた今また。もうまあ新幹線カードでもうゴールするしかない。ゴールして3連続でこれ来たでしょ。来たー、強い。よし、上り詰めたぞ。あー、これ抜かれたかな、さすがに。いや、でもわかんない、全然わかんない。あー、怖い。あれ、これボンビどっち作るの。わかんない。俺か、佐久間。佐久間かもしれない。佐久間の方遠い。佐久間なんか遠、ね、遠いと思うな。どうだろう、わかんない、見てなかった。3連続ですよ。高っ。おぉ、あれか。まあまあまあ、いっかも。さあ、結果は広島。近い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 。いいよ。なるほど。まあ、これ全部買っとこう。ういよし。47万。47? さあ、バカのターン。何してんだ、こいつ。バカのターン。しかも、いや、マジで。めっちゃ金あんじゃん。マジでバカなんだよ、こいつ。いや、もう、一択しかないよ。わ、うん、分かんないけど、ね。割られるし。まあ、確かに。ついてくんの、こいつ。ついてくんだよな。あ、ついてくる。ついてくるけど、もう、銀河鉄道俺初めて見たの、コンサート。俺も初めて。なんかね、あれだよね、宇宙に行って、はい、その宇宙の、なんかゴールのとこまで行くと、確定で目的地で入れる。そうそう、確定で。で、青マスの額もでかいっていう、なんかそんな感じだった。そう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 。だから絶好調の時に行くと大変なことになる。だから8月の時とかの銀河鉄道はもう F。ちょっと8月終わったけどね。まあでもこのターンだったらまあまだもらえない。まだまだまだ。動けんのかな。で、いや、もうしかもここ青マスらしい。全部青マス。で、ここでもう青マス確定で。あ、マジでもらえるんだ1回。そうそう、もらえる1回。すげえ。多分でもそこまでもらえないんじゃないかな。どうなんだろう。銀河めっちゃもらえるよ。ええじゃんけ。10月やぞ今。
一つ申し訳ない。これ一発逆転全然あるで。やばすぎやろ。これ学校行ってないかな。わかんねえ。わかんない、うん。今後のねあれ次第だね。近いねでも広島、うん。そうだね、広島はなんとかゴールしたいところ。下に宝くじあるけど。あ、まあ、大丈夫。わしみー。下に宝くじあったんだけどな。14でしょ。さやっていきましょう。さやっていく。これ俺なるのか。これ怖くなった。どうなる。それ言った瞬間怖くなった。もうフラグなんだよなそれ。いやでも分かってからね、どうなるか。私身にお任せください。再犯に行ってもらう方。ドルダンドン。お前かよ。うわあ。え、再発でしょ。近寄って。え、近寄ったんだけど。どういうこと？どうなってた？え、9マスとかなったよ、今。え、で、相変わらずの1。最果てカードって遠くすんじゃないの？目的地からでしょ？今いる場所から最果てに行くってこと？え、でも全然最果てじゃないね。ね、確かに遠くなかったよね。説明文。普通北海道とかじゃないの？いや、ほんとだよね。説明文。雑。雑。雑。まあ、次。りょうくん。11月。どれぐらいもらえるのか気になるんだよね、これ。うん。6、一気にちゃえ。まあ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 、ね、めっちゃ進むね。こう、うん、これさ、ゴールするタイミング自分で決めれるからさ。そうだよね、後ろ回ったり。あー、ちょっと下がってるね。ボンビーになった瞬ボンビーちゃう。あ、1か2終わったね。終わったねじゃん。終わったね。ちょっとつもうしん、あ、でもいいんじゃないか、1か2だもんな。そう、しかも宇宙でちょっとつもうしんいけないんじゃない。ほう、これ、行けたでしょ。じゃあ12で、アッシュゴール、やっとた。ボズ氏をね、これでね、三連続を止めて。でも特急周遊がなくなった。そう、俺今やばいわこれ。あと残り数ターン、生き延びたら勝てる。最果てじゃなくて特急周遊の方が良かったな。ね、奪うのね。いくらぐらい、6億か。よし、宇宙確定で貧乏神だっけ。まあ遠いっすから、ね、うん、そうだね。じゃあ出します。さっ、札幌。札幌って2回目じゃない。2回目とかあんの。え、俺初めて見た、2回目とか。まあ、ある種佐久間は最果ての通りになったよ。めちゃくちゃ得だったもんね、これで、うん、まあ、特急しようかな。よいしょ、近寄っておけばね、とりあえず。まあ、俺はヘリポートかな。ヘリポート、宝くじどうなんかまだ。いや、まあ、宝くじあるあるこれはもう面白いですよ、ね、宝くじは面白い。確かに。いや、行くでしょ。行くの。いや、行くでしょ。そうでしょ。動画的に行くでしょ。額がおかしいから、ね、うん、頑張れ、うん、俺は長男だ、やればできる。我慢強いだけで頑張れ、できる。今まで頑張ってきたな。えいっ、6万次男だったか。多くてうわ、でっか。そう、でかいんだよ。でかすぎじゃん。目的地行くよりいいじゃんこれ、うん、鍛え。あ、こいつ鍛えじゃない、ぶっ飛び、ぶっ飛び。うわー、札幌ゴーズじゃね、これは。あのホールインワンあるで。まあ、いや、あー、ないか。さすがに、いや、ないね。うわー、でも沈むしたやん。苫小牧。苫小牧。一方その頃も。一方その。これゴールできないんかな。いや、ギリ怪しい。省エネがなかったら無理だよね。そう。ねえ、本当。やばい、7マスだって。まあ、疲れるね。でも、でもこれは僕はヘリポート使います。いや、はい、ヘリポート使わないとやばい。こうかな。一番離れてるから今のとこはね、うん、あ、いや、そこは離れててもレオのままの、うん、そう結局レオになるから。だから、うん、スペシャルカードで宝くじにあっても。あー、そうか。あ、そうか。あー、面白い、面白い。使うか、2マス、ね、これでさ、あの6等と外れ以外取られたら多分抜かれるよ。抜かれるんだよね。頑張れ、長男だ、やればできる。今まで頑張ってきたんだ。サッカー。デイ。ついに来て。三男だったか。三男だったか。もう最初で死んでんじゃん。もう、こいつは何なんだ。使えや、そこ。使えよ。片や一方。片や一方。よし。省エネのレオ。一。美味しくないんだよな。ちょっとつの良かったかもな、そこだったら。あ、まあまあまあ。元に戻れないってやつ。ね。そこら辺宝くじないんか。あ、ないよな。ないね。俺だからもう、俺も終わったくせんだよな、正直言って。あ、お前赤マスばっかだし、この辺。
かますしかねえ。いやもう物件買っていった方がいいわな。そうだね、もうこれしかないね、俺も。こっちだね。まあそれかも四国のヘリポートに行くか。ターンがないっすからね。そう。さあ、私、もう一回2位を出したいとこなんですけど。福袋使ったら足踏み出たりする。ああ、そうだね。ちょっと、このターン一回あれするか。使ってなんか狙ってみる。トラに翼、トラに翼、あっち行け。これいらない。あ、終わった。終わった。一番少ないですよな。うん。で、こいつはもう、ゴールしないって。ゴールしら。なんだかんだ10億あるの2月と3月の2ターンまだ継続か。いや無理だね、もう俺だから宇宙で終わり塵になった僕はうんちばっかするし宇宙でうんこすんなよ。せーなー、さあ俺ももうダメだ。おーい、もうダメだ。何も変えねえ。やばいよ、おしまいだ。動画的にやべえよ。うわ、おい、でもむずくんね、だから総合の下行って次のターンに買うもんない、全部売って、そこで全部売ってもう、うん、全部売って次のターン普通にサイコロ振って宝くじ狙う、それがいいかな。多分それが勝ちっていうか最終ムーブやと思う。それだと、うん、もうピタリ賞出すしかないね。いや残しとくか、うん、いやだって何マス出ればいいの。 1,2,3,4,5 とかでしょ、6じゃなかったっけ。いや5と6って違う、6だけ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 。あー6だけだったらちょっと残しとくか。回れるか。でもあー急行買って、あとさあ特急周売ったらなんで、あーゴールするから、まあいいじゃないですか。もう特急周は置いとこ。あ、できずできず、こいつ何なんだ。CP いらなかったんじゃない。いらなかったね。さてワクワクドキドキ最終ターン。ちょっとつ猛進使うか。イノシシエゾー陸のダメなんだ。うわ、一応またお会いしましょう。最後に1億円ね、もよかったんじゃねえよ。もうよかったね。よかった、そうだね、レオ。はい、というわけで最終ターンです。さあ僕ももうやれることがないのでこれ買って終わりかな。トンカツパフェだね。よし、ではこれで僕は最後の、ね、はぁー、もう特急しかないよな。じゃあボス氏はどうなるのか。でっか、ここで、あ、いけないよね。でっかすぎでしょ。なんか物件は独占、そこだね、もうもう独占できるとこしかいないよな。うん、おい、しかもいい額じゃん。さて、ボス氏はこれで冒険は終わってしまった。くそー、いや全然ダメですね。なんなんだよこいつ。なんでこいつ、本当に全然持ってないじゃん。もうこれ、はい、はい、でいいの。さあ皆さん誰が勝つか予想しながら見ていただけたらと思います。でもね、2位3位4位が分かんない、全く分かんない、本当に。レオは4位かな、どうか。でも物件ちょっと持ってたから、佐久間がよく分かんない、農林の物件持ってたのと現金持ってたからそこがあるかな。で佐久間はなんかカード買ってたんだよ、こいつ。スタッケーカードいっぱい。ああ、それで金使ってたから、佐久間ワンチャンギリかもしれない。最後に買っちゃったもんね、そうそう、カード。バカみたいな、使えばいいのにさ。そうそう。まあ、佐久間だよ。まあまあ、まあまあ、ここは予定調和、まあ、いつも通りですよ、ね。ここが分からん。え、俺かレオか、ボス君いくら持ってるか分かんねえな。だから青色がレオ、黄色が僕ですよ。さあ結果は、あおー、レオなんだ。バイバイレオ。まあまあまあ、俺こいつ嫌い。最初流れ良かったんだけどな。最初から良かったか。あ、いや、そうか、俺は被害に遭ってないから。ということで、あー、やっぱそうか、お寿司が美味しくいただきました。というわけでね、またトライオールの桃鉄対決で10年決戦に続いて3年決戦を勝ったのは俺だー。うっさ。じゃあまあ終わりましょう。まあ結果ちゃんと見ようよみんな。でも最初のやる気はどうした。はい、あー、そういう感じなんだね。マイナスじゃなかったのか、ね、マイナスではない全員が稼いでるんですね。うわー、もう圧倒的差だね。最後めっちゃ追いついてきたよね、本当は、うん、あの額まで、うん、現金の取り方がね、うん、もうすごいことだったね、金ができてる、
佐久間なんか横なんだね、ずっと何もしなかったから、あいつ何もしなくてビリだった、あいつ何やつ、なんかこいつがいた存在がよくわからんかな、目的地が俺とボズ君だけだね、そうレオ両貧乏神18基本ついてたから、はい、ということで、はい、桃太郎伝説3年決戦は、前回と同じ1、2、3ということで、終わりたいと思います。はい、最高でしたね、今日トライアルで、桃鉄することは二度とないと思います。はい、はい、皆さんね、やっぱ運を鍛えてまた挑んでください。運を鍛える、どうやって、善行を積む、善行を積む、大体さ、善行積んでんの、もう俺信号守ってるし、席も譲るし、電車でね、席も譲る、この勝利譲ってほしかった、そうだよね、だ 今悪行じゃん、悪行、いやいやいや、これゲーム勝負じゃん、意味わかんない。はい、ということで、今回も桃太郎伝説いかがでしたでしょうか。また、違う動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。二度とやりません。ファック。